フォートナイト下手くそじゃないやんじゃないやんじゃないということで、なんと今日はスパガさんとご飯に行かせていただきました。お願いします。そして、エピックの今井さんでーすそして顔は映せないんですけども、ミルクレープシンガポールもいます。ということで、とても広い、スペースで、ミスを避けながら、お酒を飲ませていただいておりますけども、スパガさんがですね、ダーツ勝負しましょうって言ってきたんですよね、僕に。はい、もう私は言わずと知れたダーツの雲であるので、スパガさんがはい、自称ですけども、お自称プロ、うん、盤面ダウンの男ではと思うんですけど、なるほど、はい、ここはちょっとカウントダウンの盤面ダウンしちゃおうかなと。なるほど、思います。そうです、はい、カウントダウンってカウントアップじゃなくてじゃあどちらでも、はい、ゼロワンっていうのはどうですか。ゼロワン、はい、まあ、そうです。ルール説明を最初じゃあしていただいてからどうでしょうか。なるほど、はい、プロやのに01知らないっていうのに正直言ってますね01っていうのはまあ501、501から自分どん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 点数を取っていって最後減っていくんですよ。ああ、なるほど。ラストぴったりで終わったら勝ちなんです。なるほど、それでいいですか。わかりました、はい、よろしくお願いします。まあ、とりあえず第1回戦は01、まあ、501でいいですか。501減らさない、301でいきましょう。301から301号室じゃないんですよ301から減らしていく。で、これで負けた方の罰ゲームですけども、負けた方が、視聴者の方に T シャツプレゼントさせていただきましょう、はい、ですので僕が負けた場合は、姫添用 T シャツ、サイズあるやつを送らせていただきます。で、ワンメンダウン T シャツなのか分かりませんけど、はい、スパガさんが負けた場合はプレゼントということです。それを、欲しいという方をフォートナイト下手くそおじさんの方にツイッターしてください、はい、お願いします、はい、ね、それでいいですね。負けた方がプレゼントということでございます。1周目はこの動画で終わりや。どっちが勝つか予想したんをフォートナイト下手くそおじさんのツイッターに書かんかい、バカだれ。あらした、あらした。